RCN キューブさんの小美術館前にて、六甲山四季彩り装空間、RCN キューブ ARTS プレイスは、兵庫県神戸市の六甲山城にあった美術館。バブル崩壊などで、六甲山の保養所の閉鎖が続いた2000年代初頭、建物が廃墟となって荒廃してしまうことを懸念した。 特定非営利活動法人六甲山と市民のネットワークが施設の再生化と地域の活性化を目的に竹中公務店所有の休業中の保養所を転用して立ち上げた。スペースを神戸市民に開放しテーマ性を持たせた企画展を中心としてワークショップなど参加型プログラムにも力点を置き宿泊して創作活動する人のために貸し室も行っていた。 2003年の開館以来、山野小美術館という名称で親しまれ、2005年12月に RCN Cube ARTS プレースと名称変更され、コンサートや音楽合宿も行えるように、グランドピアノも新しく設置された。RCN の保養所転用の努力が認められ、施設の購入希望者が現れたため、売却目的で2006年12月末に閉館となった。 再生まちづくりの成功例と言えよう。神戸市 RCN ホールハット NPO 法人六甲さんと市民のネットワーク、ありがとうございます。